皆さんおはようございます。フェボーチャンネルです。本日は7月5日金曜日、花金ですね。本日も音楽と機材もその胸に元気に過ごしてまいりましょう。さて、昨日のね、新規初投稿も、追加投稿もですね、ベーシストさんからのね、ボード投稿いただきました。誠にありがとうございます。さらにですね、お二人共通しているのがですね、50代のおじさまということでですね、ベース&おじさま特集でお送りしたいと思います。最近ね、高校生からのね、ボードがね、ずっと続いておりましたので、ちょっとその反動ではないですけども、おじさんも頑張っていますよということでね、おじさま特集をお送りしたいと思います。まず新規初投稿がね、大阪の高槻市56歳、サウダテさんからのね、シンプルなスノコボードということでね、詳細解説いただいてますけど、ペダルはね、ほとんど使わないということでね、生音が好きということを、お書きになってますね。で、サンズアンプも入れているようですけども、ほとんど歪ませてないということでね。で、あのプロフィール写真にあるギブソンのね、レスポールありますけれども、こちらの場合もですね、エフェクター持っているけれども、基本はベースと同じで、このズームの、ベースの場合は B1X、 ギターの場合は、G1X をお使いということでね、外にも打ち出すときはですね、このズームのマルチをね、非常に多用されているということですね。で、あの解説の方にありますですね、 OD1 とかね、こういうあのエフェクター実は持ってるということ書かれておりますのでね、ぜひとも次回はですね、このレスポールのギターと OD1 とかC2 とかね、マクソンのグライコとかですね、一緒に乗っけてですね、スノコの上に乗っけて、追加投稿いただけたらありがたいなというふうに思います。そして、プロフィールの方にですね、ギターとジャズベ以外にもフルート、それから沖縄ジャム線も練習しているということでね、民族音楽、民族楽器がね、お好きな、楽器好きなね、おじさまなんだなということがわかりますですね。次回はね、こちらの音源などもね、アップしていただけたらありがたいと思います。投稿誠にありがとうございました。そしてね、2回目の投稿になるんですけど、品川区のね、50歳カルボナーラさんですね。おじさまって言いましたけど、FBOSE さんの一つ上ですので、FBOSE さんも来年も本当に おじさまになっちゃうんだなという感じですけども、今回タイトルがですね、トップページで見るとね、一行だけあのコメント見れるんですけど、2019年夏ボードって、これに惹かれてですね、ちょっとあのご紹介させていただきましたけれども、直列のね、シンプルな、もう見た目がね、とっても綺麗にこう整理されたね、ボードになっておりますけれども、なんといってもね、特徴はですね、EBS、3年連続のね、ベース用の、コンプレッサー部門でナンバーワンの EBS のマルコン、それからね、ユニコーラスも使っていてですね、なんかこう、同じブランドがこうあるとですね、まとまり感が出てくるっていうことでね、配置もね、とってもなんかこう、綺麗に、収まってますよね。で、EBS のね、やっぱフラットパッチケーブルを使っているので、それもあってね、とってもこう、小スペース化うまくできてですね、綺麗に見えるということと、それからね、DC ケーブルがですね、これが親入れ製の高品質のものを使っているというところがね、これまたね、ポイントかなというふうに思います。でね、ボードではないんでしょうけども、下に敷いてあるのがですね、おそらく神田翔海さんがね、展開されているミュージックワークス製のね、ソフトケース兼、ボードなのかなと思いますけども、こちらもね、ぜひとも次回ですね、コメントをいただいてですね、確定というかですね、情報いただけたらありがたいなというふうに思います。投稿誠にありがとうございました。そして最後になりますけど、バナー広告ですね、昨日ツイートさせていただきました、森平垣さんがね、取り扱いの MXR、のミニシリーズですね、今回たくさん、バナーいただきましたけども、今回はこのバナー、ブースターの方ですね、ミニブースターいただきました。こちらね、エフェボージさんも今、ミニボードを組もうということでね、エフェボーチャンネルで展開してますけども、MXR オンリーボード、その中にですね、このブースターも今回入れてますので、ぜひともね、楽しみにお待ちいただきたいというふうに思います。まずはね、バナーでチェックいただいて、書き点でね、試奏されてみてはいかがでしょうか。それではね、この花金もね、音楽と機材妄想を胸に元気に過ごしてまいりましょう。そして、エフェボーへのね、令和初ボードとかね、マイニューギアありましたらね、ぜひとも投稿いただきたいと思います。ありがとうございました。